こんばんは。ちょっと水飲もうかな。チャックで止まらない。ちょっと水持ってくる。よいしょー。くー、しゃっくり。オッケー、止まったかも。こんばんは。ヤツリンさんご飯ありがとう。こんばんは。ナナニさんご飯ありがとう。あ、X なすみのポスト見て走ってまった。お、ありがとう。めっちゃ良きタイミング、ありがとう。かわいい、嬉しい、ありがとう。スチさんハートありがとう。セナさんご飯ありがとう。ナナニさんミルクありがとう。ヤツリンさんハートありがとう。ナラニーさんミルクありがとう。スチさんミルクありがとう。ヤツリンさんお茶ありがとう。スノーさんお茶ありがとう。なんとかなるぞさんお茶ありがとう。ハルオさんお茶ありがとう。ヤツリンさんお茶ありがとう。ククさんかわいいありがとう。夏のゆきさんミルクありがとう。ヤスさんハートありがとう。ミキオ先生さんご飯ありがとう。あー、びっくり止まった。え、そう、歌唱力今日ね、中間あの立候補した人の中間発表みたいなのがあったんですけど、第6回の今回行われる歌唱力も立候補しました。頑張ります。あずみん、やすさんご飯ありがとう。みーくんご飯ありがとう。あ、声ラジ聞いてくれてありがとう。まことさん。え、かわいい、嬉しい。ありがとう。しんちさんミルク。ありがとう。キャロットさん結婚してありがとう。ありが、あ、インスタ。ありがとう。待っててくれて。でもまた、いつかの機会に。いつかの機会に、ね、解説したいなと思ったらしようかなと思います。こんばんは。メキオ先生さんご飯ありがとう。フレッシュイチゴになりたいのさんピカピカありがとう。タンタカタンさんハートありがとう。カズくんハートありがとう。まえちゃんパンありがとう。静岡の必要さんお茶ありがとう。ね、決勝進出できるように頑張ります。うん、頑張る。なんか前回も出演したんですよ、立候補して出演したんですけど、前回をね、前回の自分をちょっと超えれるぐらい頑張りたいなと思いますね。そう。あ、写真集イベント行くんだ。頑張る。そう、頑張ります。歌。ね、何歌うかでもね、まだね、決めてないですけどね。そう。何歌うかな。ヤマさん、ミルクありがとう。ブルーグレーさん、ハート。ありがとう。マエちゃん、ハートありがとう。イエポンタさん、クマちゃんのパン。ありがとう。え、嬉しい。歌好き？本当？歌声。ノブラウィズハートありがとう。ひなたさん。ミルクありがとう。しんいちさんお茶。ありがとう。カツオさんくまちゃん。ありがとう。カツオさんレインボースターありがとう。キャロットさん。ミルクとお茶ありがとう。ツーカーさんハート。ありがとう。ヤマさんハートありがとう。キャロットさんご飯。ありがとう。ナポリンさんご飯。ありがとう。楽しみにしててください。Thank you.浦島さんミルクありがとう。プータさんお茶ありがとう。翔吾くんハートありがとう。ルヤくんご飯ありがとう。 N700 さくらさん俺の嫁ありがとう。プータさんファイトありがとう。 N700 さくらさんレインボースターありがとう。え、ね、ココハちゃん、そう、 SKE の奥のココハちゃんもね、立候補してた。だから予選を突破できたら、あれであるかな、ファイナル、ファイナルじゃない、決勝戦
頑張って予選突破する。TY さん、ハートありがとう。ゆずけつさん、ミルク、ありがとう。お茶もありがとう。ももんがさん、ご飯、ありがとう。え、確かにそう、放課後音楽祭をね、この半年、いっぱいいろんな歌う機会多かったというか、放課後音楽祭でいっぱい、ちょっとね、歌、たくさん歌ってきたので、なんか歌うってことに自信もちょっとついてきたし、なんか緊張せずに歌えるようになってきたから、ちょっと度胸がついたかもって思います、放課後音楽祭で。で、なんか前回のその放課後、間違えた、歌唱力の時、やっぱなんか歌声がさ、なんかパーンってストレートに出すのは出せるんだけど、出せてもなんか抑揚だったり感情だったりみたいなのをちょっと込めて歌うってとこまではちょっとまだいけないというか、ちょっとなんかそこがすごいできてる、ちょっと難しいポイントだったので、自分的にも感情を込めたり抑揚をつけたりみたいなところが、そう、それがね、終わった後に、そのスタッフさんとも、そういう話になって、だからちょっとね、そういうところ、前回できなかったところ、ちょっと、を、今回はちょっとね、できるようになって、挑みたいです。ゆずきつさん、ご飯のパック、ありがとう。こうすけさん、ご飯ありがとう。もんがさん、ご飯ありがとう。こんばんは。さしすせそさん、ハートありがとう。かけさん、ご飯ありがとう。神戸のマーチさん、お茶ありがとう。おかげさん、ハートありがとう。ミルクありがとう。マーチさん、 N700 さくらさん、ご飯ありがとう。こんばんは。たくあんさん、ご飯ありがとう。 N700 さくらさん、ハートありがとう。かげさん、ミルクありがとう。しんごくん、ハートありがとう。いや、選曲ね、そうなんよ、選曲結構大事で、そうなんよね、予選の、だからあれ、オリーブじゃないわオリビアが、自分は多分すごい合ってたんですよね、選曲が。あれはオリビアを聴きながら、オリビアがめっちゃ合ってて、選曲ちょっとね、結構ちゃんと時間かけて考えたいなと思います。カムカムさん、ミルクとお茶とハートありがとう。こんばんは。え、確かに公演メンバー、え、そう、私ね、あやばんさんの卒業公演に出演するんですけど、今回から、そう、正規メンバーになったから、2.5 期、先輩方に紛れるようになったんです。今までは、先輩方がいて、最後に 2.5 期表記ボンって、2.5 期名前がブンって、連なってたんですけど、正規メンバーになったから、でも正規、先輩方と一緒に、同じ表記になった。そう。なので、前ら辺にいます。岡田あずみだから。そうなの。実感ですよね、これ。こんばんは。小山丸さん、結婚してありがとう。確かに、ピアノ伴奏はもう慣れたし、レッスンはね、行く、個人ボイスレッスンに、ちょっと最近行けてなかったんですけど、ちょっと、歌唱力に向けて、ちょっと合間縫って、頑張ろうかなと思ってます。個人ボイスレッスンもいっぱい行く。こにゃまるさん、ピカピカ、ありがとう。TY さん、パン、ありがとう。くまねパパさん、パン、ありがとう。ご飯も、ありがとう。声量ね、何なんだろうね、私ね。声量あるんだけど、ないんだよね。だってさ、私さ、これさ、なんかね、あれなんですよ。なんか、今、STU48 で、教えてもらってる先生が、アクターズの時にもね、お世話になった先生に、今、STU48 のレッスンの方もちょっとお世話になってて、そう、だから、もう、すごい、もう昔からの知った先生、だから仲良しの先生なんですけど、今、その STU でボイス教えてもらってる先生も。で、なんか、その 2.5 期と3期でさ、レッスンしてる時にさ、ボイスレッスンの時に、
そのなんか、歌うじゃん。で、マイク使って最近練習したりしてるんですよ。レッスン上でマイク使って。そう、そしたら、みんなで練習して、みんなで歌ったりしてレッスンしてたら、急に先生に、ちょっとあずみちゃん、マイク番号何番って言われて、あ、何番ですって言ったら、いや、あずみちゃん、ちょっと声大きすぎるけ下げるわーって私だけ下げられて、音量、ちょっとどういうことですかって言ったら、褒め言葉よ、褒め言葉ってね。さ、他の子の声が聞こえんのんよって言って。あずみちゃんの声しか聞こえんけ、ちょっと下げるわーって言って下げられました。なんかね、声量ね、むずいよね。声量ある。先生にも、私もね、ずっと声量ないと思ってて、私声量ないんですよって、その個人ボイスの時にその先生にね、そのなんか悩み相談で、声量ないんですよね、私って打ち明けたら、何を言ってるのって、あずみちゃん、あなたは声量あるわよって、ね。声量あるけど、なんか言われたんだよ、その時に。声量あるけど、多分、なんだろうな。だから、響く。マイクに乗って、会場内に響く、響かせる、テクニックがあるんだって。そういう発声の仕方とか。そう。だから、そういう発声ができてるわけじゃない。多分、もともとの声が大きいから、その大きさで声量が大きいだけ、大きく感じるので、なんか、マイクに乗って、会場に響き渡ってる、系の声量ではないから、そこの、発声の仕方練習してみたらいいんじゃないみたいな感じで教えてもらって。そう。って感じでしたね。でもね、そうなんだ。もう、なんか、難しくって歌うの。なんかその感情を、こう、淡々と歌ってしまうんです、私、癖で。だから、感情を込めようと思って、その、公演の時とか、無力の時とか、舞台の時とか、感情を込めようと思って、感情を込めると、やっぱり声、声量がちょっとちっちゃくなっちゃうらしくって、それもね、音響さんに最近ず言われてるんです。無力の時に、あずみちゃん、無力が、なんか、その、丁寧に歌おうとか、丁寧に歌おう、ちょっとここは感情をこんな風に込めて歌おうみたいな感じでいろいろ工夫を多分自分の中でしてて、でだからこそなんかその昔STO でとなって無力をやりたての頃だけ入ってすぐの時とかはその歌うっていう方もになんかその表現表とかの表方じゃなくにはまだなんかこう意識が行ってなかった時の方がなんか純粋に声がをボーンって出してたから声量があったみたいな。そうだから今は多分いろいろああしようかなこうしようかなって外さないようにもしなきゃいけないし音程もとか感情込めてとかいろいろ考えてるからその歌い方が変わっては来てるけど、その分ちょっと声量が出にくくなってるから、みたいな話をしたんですよ、この前音響さんと。そう、マイクこうしてくださってる方と。だから、次はこうしたらいいよとか、リハの時にこうしてみたらとか、そういう話をしてもらって。難しいですね。頑張りますって言って。課題ですね。そーん。ケンセジンさん、ご飯ありがとう。ワイリンガルさん、ミルクありがとう。サノマルマさん、ハートありがとう。あ、待って、安住に合いそうなの X で送っときますって、めっちゃ嬉しい。クマネパパさん、こんばんは。あ、間違えた。クマネパパさん、かわいい。ありがとう。こんばんは。小山田さん、レインボースターありがとう。そう。確かに、ピアノ演奏でね。あ、そうそう。通りやすい。うん。声が通りやすいもある。かな。こんばんは。あー、声楽系？そう、難しいですよね。歌の世界。まだまだだから、でもちょっとね、頑張ります。歌でも上手になりたいので、歌、
ポロンさん、ピカピカ、ありがとう。こんばんは。マサさん、ピカピカ、ありがとう。オーツーニャン、ご飯、ありがとう。マサさん、ピカピカ、ありがとう。ポロンさん、ご飯、ありがとう。ヤスジンさん、ミルク、ありがとう。お茶、ありがとう。そう。え、そう、だから考えすぎず、やってみなって言われた。その時、音響さんには。そう、あんまり考えすぎずに思い切り歌いなって考えすぎないでいいよ もっとって言われました。リア君、お茶ありがとう。ヤスさん、応援してる、ありがとう。カイトさん、ラブレター、ありがとう。関さん、ハート、ありがとう。確かにカラオケのつもり。え、カラオケ行きたいな。なんかお姉ちゃんもカラオケ行きたいって言ってたんだよな。誘おうかな、お姉ちゃん。カラオケ行かないって言って。そう。ケンセティンさん、だるまさん、ありがとう。こんばんは。リンくん、ピカピカ、ありがとう。私ね、声あんまり裏返らんのんですよね。うん。安定、なんか昔は結構裏返ってたんだけど、最近はね、安定してきて、声自体。発声的な。あんまりね、裏返らない。し、高音が結構得意なんですよ、自分。で、そのなんか、地声と、なんか、ミックスボイスと、みたいな、いろいろあるんですけど、その、多分裏返っちゃう人って地声で高い声出そうと思って、なんかね、これはね、面白いんです。声帯のね、位置、ここに声帯があって、この声帯の位置が上がってたら、あーってなるんだって。だから歌う前とかにふーって深呼吸したら、この声帯が降りるらしくって、下に降りた状態で発声したら絶対裏返ることはないって教えてもらった、目前に。そう、だから、出だしの一発目とか、はぁって裏返っちゃったりとか、なっちゃうのは、緊張で声帯がこう上がってるからって。だから、歌う前は、落ち着きなさいって言われる。声帯を下ろすって。声帯下ろしたら絶対裏返んないからって言われる、まず。そう、で、あと、この上がった状態で、なんか地声で多分、頑張って出そうとしたりしたら裏返っちゃうけど、そこはね、そう、だいぶ克服できてきたので、最近、そう、あんまり裏返らなくなってきた。でも、あ、そうなんだ。え、そう、通りやすい。え、嬉しい。もともと聞いてて心地よい声だからって、めっちゃ嬉しい。本当嬉しい。みんなさ、声を褒めてくれるからさ、とっても嬉しいしさ、自信がね、ついたんで、つくんですよね。通りやすい声なのよ。ヒゲメガネさん、応援してる、ありがとう。あ、今日コナンなんだ。え、映画始まるもんね、コナン。ヒアラドショー。どこかのユージさん、ハートありがとう。え、懐かしい時をかけ。ヒゲメガネさん、クマちゃんのパン、ありがとう。え、嬉しい。コーナーズに手悪いやつの皆さん。え、嬉しい。こんばんは。声帯下ろす、分かりやすく実演して、え、むずい実演どうやってやるんだろう。なんか、でもね、ちょっと自分できんけど、先生はすごい。ボイスの先生は、声帯の下ろし方を知ってる。だから、先生の言われた通りにやったら声帯が下りるんですよ。ちょっとどうやってやってたか、ちょっとあんまり覚えてないんですけど。なんかでも、落ち着いたら下りる。あと、息を腹式呼吸使ったら下りる。なんか肺で吸っちゃったら上がっちゃうみたいな、なんかそんなんだった気がする。こんばんは。めっちゃ初期に教えてもらいました、その声帯を下ろすみたいなやり方。
しい。あずみの喜んでる声高い。私も思う。なんかさ、ちょっと嫌なんですよ。私、キーキー声なんですよ、声が。キーキー声、わかりますか？キーキー声。ひげめがねさん、ご飯ありがとう。キーって、喜んじゃったり、うわーって興奮したらキーキーするんです、私の声って。ちっちゃい時からそうで、うるさいんですよ、もう。ほんとに。キーキー声。ゴリエラさん、お茶とミルク、ありがとう。低音ボイスで喜ぼうかなって一瞬思ってました。うざすぎて。自分の声が、そう、キーキー声になっちゃう。うん。キャーだからあのさ、ニューウェーブのさ、あの、桃鉄のやつとか、桃鉄で、一番最後の桃鉄で、あの、広島にゴールできるあの下りとか、もう、そう。一人だけうるさい、一番うるさい声多分あれ私ですよ。キャー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 キーキー言ってる人がいるの。あれ私、なんかあれもう見返したらもう恥ずかしくって自分、キーキー言ってるのが。え、好き？本当に？喜んでる、まあ確かに喜んでる感はあるけど。そう、あの、桃鉄の時ね、そう、キーキー声だと。キャーって、喜んでる声。ふうほう、こんばんは。グレイロさん、千万両、ありがとう。だるまさんも、ありがとう。今日めっちゃなんか眠たい。ご飯食べたからかな。ご飯やっぱでもみんなご飯食べたらやっぱ眠たくなるのか。さっきご飯食べて、なんかね、白米食べたら眠たくなる。私、白米、白いご飯、白いご飯食べたら眠たくなります。やっぱそれも体の仕組み的にそうなるのかな。ごひろさん、ハートありがとう。こんばんは。え、嬉しい、落ち着くって。じゃあもういっぱい喋る。いっぱい喋る。え、でも丁寧に歌おうとして声が小さくなってるは絶対的にある。うん、今日指切らなんか、え、見てこれ、待って、ちょっと見せ傷だけど、これです、切っちゃったやつ。これ見えるかな、親指。今もうね、傷もね、ちょっとずつ塞がれてきてて、痛みもだいぶなくなってきたんですけど、ちょっと遠目痛かった、これ切ったやつが。そう、さっくりといっちゃいました、包丁で。早朝からゲームあったからね。え、それあるかも。でも、うん、6時半に集合したから、ゲーム内でね。それあるかも。あ、炭水化物取ったら眠く、あ、そういうことね。炭水化物だけんか。そう。うわ、担々麺食べたい。こんばんは。一瞬で終わった祭壇。昼ご飯食べたからこうしちゃったけど、睡魔となった。え、そうだよね。ご飯食べた後ね。いや、自分も、学生の時とかもう、戦いに負けてました、私はもう。戦って負けてました、もう、睡魔との戦い。え、約束の通り、え、届きましたよ、昨日、しかも。あのね、これありますよ、ここに。ほら。例の物が。もう、しかも昨日やったんですよ、ちょっとだけ。中広げてみんなで。もう、賢くなります、これでも。本当に、受け取ったよ。やっぱおったと思って、ドリル。しかも、約束のね、一人だけだったよ、しかも。
一人だけ、唯一、あ、唯一あなただけでした、ドリル、約束のドリル。ありがとう。やっぱご飯食べた後は眠たくなる。あ、届いた。そうで、昨日ありがとう配信したんです。届いて、ありがとう、届いたよ。大切に飾ってます。飾ってたり、あっちに使おうと思ってるものとかいろいろやってる。ミミさん、ピカピカ、ありがとう。学生だった時、高校生の時とか、お昼食べたら眠くなるよね。昼休みさん、ご飯ありがとう。ケイセティンさん、だるまさん、ありがとう。自分もあのレッスンの時に、昼休みさん、お茶ありがとう。レッスンの時にお昼、午前中にレッスンあって、お昼休憩あって、午後からレッスンがある時とか、動いてるからさ、体もちょっと疲れてるじゃん。それでお昼ご飯食べたら眠たくなっちゃって、そう、もう眠い、午後のレッスン眠いってよくなります。でも踊るからね、目は覚めるんですけど、眠たくなっちゃうよね、本当に。ケイセティンさん、お茶ありがとう。あ、ありがとう。あ、ヤトさん、初見さん、ありがとう。キラキラ。わ、ヒゲメガネさん、え、待って、タワー、え、おししかがたんタワー、嘘、ありがとう。ありがとう。もともと遅くなってしまったけど、昇格とキャプテン終了。ありがとう、嬉しい。あずみんしか勝たん、嬉しい。ヒゲメガネさん、ありがとうです。ありがとう、お礼待っててね。ありがとう、嬉しい、頑張る、これからも歌唱力も頑張る。そう、え、服おしゃんでしょ、これかわいいよね。今日はね、茶道に行ってました。だからちょっとかわいい格好で、これお気に入りのスカートで、かわいくない、これふわ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 ってしてるの。髪型はもう最近流行ってる、もうまとめ髪。これね、このさ、クリップでさ、見て、見えるかな？これ。めっちゃ楽ちんなんですよ。これ。こうやって、後ろに、こう、くる、パコって、パコってやって。なんか、なんて読むかな？これ。これで、パコってやって。楽ちんで、そう。髪の毛まとめれるから、最近楽で、伸びてきちゃったからさ、やっぱり、じゃあ、ここら辺がおびちゃおびちゃしちゃうので。あいたかさん、ご飯ありがとう。ディオさん、ハートありがとう。ディオさん、ご飯ありがとう。そう、めっちゃ便利、これ、このクリップ。え、でもね、最近新しい服いっぱい買ったんですよ、実は。ちょっと注文、通販で買ったから、届くの待ちなんですけど。ディオさん、クマちゃん、ありがとう。新しい、新しい服を買いました。まおちゃん、ハートありがとう。裏千家、裏千家です。あの、茶道は裏千家習ってます。あ、全ファッションショー。じゃ、可愛いの届いたらね。届いた、サータラジック、可愛い感じのやつ。ディアさん、ミルクありがとう。お茶ありがとう。ヒゲメガネさん、ご飯の、クマちゃんありがとう。ケイセティンさん、ミルクありがとう。ケイセティンさん、だるまさん、
ありがとう。佐藤。え、どうなんだろう。裏、でも私が習ってるのは、裏千家です。え、ロング、いや、なんかさ、全然私は、すぐ、今は切る予定ないんですけど、この前ね、シンガさん、弁当、ありがとう。この前、撮影してた時に、なんか撮影のポーズで、こう、髪の毛、流してる髪の毛が、こうなんだろう。ここが隠れて、ちょっと、ボブっぽく見えるみたいなポーズを撮ったんですよね、こんな感じで。で、一瞬その髪の毛が、下が隠れてボブっぽく見えたらしくて、それを見たスタッフさんが、ボブにしてもいいかもねって言われて、そのスタッフさんに、え？ボブ？ってなんか結構スタッフさんからは、いや、切らん方がいいみたいな、ロングの方がいいよって言われてたんですけど、写真見てたら、ボブ結構いいかもってちょっと思ったって言われて、でも、今じゃないよ、みたいな。キシマルピーさん、ハートありがとう。タイミングは、今は切らなくても、まだ切らなくていいから、今じゃなくて、なんか、そう。いつかタイミング見計らって、もしかしたら切るかもしれん。けど、今は、多分ロングです。今じゃない。今じゃないって。そう。だからでもね、私ね、前切ったら遅くなっちゃったんですよ、ちょっと。髪の毛切ったら。そう。遅くなっちゃって。だから、って話をしたら、ある程度年齢が今21だけど、ちょっと大人になってから切った方がいいかもね、みたいな話になって。だから、2年後とか2年後とかに切ってるかも先すぎて2年後私今多いしね STU ボブ意外と多いんですよ髪の毛短い子だからせっかくねバッサリ切るならこうあれです。なんか、あんまりボブがいないタイミングでとか、周りに、ボブの子がいないタイミングでパサって切って、ちょっと、サプライズ感。急に。急に切ってびっくりさせたいので、みんなを。そう。タカさん、ミルク、ありがとう。ボブ似合いそう？そう、ボブ。初めても言われました、スタッフさんに。ボブ似合いそうって。ボブ、良さそうだねって。だから、急に切るかも。2年後ぐらい。だから今年は切らんかも。とか言いながら、わからんけど。これも嘘かもよ。こうやって言っときながら切るかも。って言いながら切らんかも。わかんないけど急に切る可能性もあるかもしれない。23歳ぐらいに。でもあっという間に来そうだよ。2年後とか。だって合格してから研究生まですぐだったもんな、2年。あっという間だったから。タカさん、ミルク、ありがとう。いつか切るかもしれません。確かに、サラさん、インパクトあった。切った時ね。一番短いの誰なんだろう。今いるメンバー、ココアさんかな。メロンパンさん、ハート、ありがとう。ね、みょんみょんも切ったし、そうね、ひーちゃんも切ったし。リエチロ、私リエチロの子です。好きです。好き。めっちゃ大人っぽいくなって。私あんまり STU いないじゃん。前髪センター分けでおでこ出してる子だから、めっちゃ
あのあれとても私はすごく推し、リエチのデコ出し推しです。うん、すごいいいと思う。死に合ってる、大人っぽい。こんばんは。角刈りなら誰もいないよってしません。誰もいない、確かに目立てるかも。目立てるかもしれないけど、それはもうアイドルじゃなくなるとき。私が角刈りにするときはもう。ひろひろさん、くまちゃんのパンありがとう。ほんと？ショートもにゃ。ひりやすみさん、ミルクありがとう。ひろひろさん、ミルクありがとう。ねえ、23歳のあずみんどうなってるんやろう。お仕事で切らなきゃいけないとかあったらどうする？それは切るんかも。でもね、舞台とか、何のお仕事あるかな。お仕事で切らなきゃってね。そう、今結構ボブ多いしてのメンバー。姫たんさん、うん、さこさんが今一番長いと思う。うんうん、なおさんハートありがとう。ひげめがねさんハートありがとう。ひろさんお茶ありがとう。ミルクもありがとう。こんばんは。エリックさんお茶ありがとう。確かに役作りで切るありそうけど、逆に2年前今の状況想像できました？できない。できないですよ。多分想像もしてなかったです。こんな2年後こうなってるなんて予想にもしてなかったし、あの時想像してた2年後多分あの時にどんだけ想像しても当てられないと思う。今の現状絶対当てられないですよ。キャプテンになるなんか誰も想像できんもん。そんな、ヒロさん、レインボースターありがとう。エリックさん、ミルク、ありがとう。ねえ。昇格して。アルバム、ね、このタイミングでアルバム出すとかもね、想像できないだろうし。スカさん、初見さん、パン、ありがとう。人生そんなもんか。でもそうだよね、予想はつかないよね。何年後とか、2年後アザミになるとか。アザミになってる未来え、見えてなかったな絶対。いや、何も見えん、ほんまに一つも見えないです。見えなかったよ、未来のこと想像つかない。だから今もう想像つかないですもん。もう半年後も想像つかない。半年後自分がどんな風になってるかとか、どんな仕事してどんな毎日送ってるかとか、何も想像つかないです。未知すぎてすごい。これからなんか、これから進んでいくもの全てが自分にとって、まあずっと未知なんですけど、なんかね、より未知。想像つかない。こんばんは。学級委員の経験はないね。生活委員とかそういうのやってた。ずっと保健委員、体育委員とかやってました。小学と同時にキャプテン就任。当てられんね。身長伸びてるかな。140、いや140、縮んではいないでほしい。半年後、2年前安住押すと思わんかった。そっか、でもそうだよね。そっか、嬉しい。じゃあ押してもらえて、押しになってくれて嬉しい。かぎさんピカピカありがとう。ストロングポイントってなんだろう。
強いところ。ジョン・スメス大佐さん、初見さん、ありがとう。チゴカレーさん、かわいい、ありがとう。え、ね、くもも、え、確かに前乗りしてるんかな。前乗りしてそう。明日だもんね、くももと。TGC ね、さっきちゃん。こんばんは。ねえ。え、あずみんの強みポイント？自分の強みポイント。わからん。自分の強み。自分の強みって何なんだろう。これね、考えるとね、ないんだよね。こういうのって、なんか考えるとね、なんだろう。ないなってなっちゃう。自分の強みが。でもちっちゃい時から、笑顔ですって言ってて、私。アクターズの時とか。笑顔が強みっていうか誰にも負けないところは多分いつもずっとどんな時も笑顔なとこですとか誰よりも笑顔なとこですとかって言ってたけど、アクターズ行った時は笑顔なんて全員が言うよって言われました。私の強みは笑顔ですとかって言ったら、そう、それは全然強みじゃない、確か強みかもしれないけど弱い、笑顔は弱いって言われた。みんなそれは笑顔でやってくるんだからっつって。でもね、昔からね苦手ですね、なんかあんまり自分の長所を見つけるの、強みも長所も見つけられない、あんまり。ケイセティンさん、だるまさん、ありがとう。カナトシさん、ハート、ありがとう。ソロコンね、そういうのもね、できるようにね、頑張ります。なりたいなぁ。ダンス、歌唱力、バランスがいいとこってめっちゃ嬉しいかもしれん。アズミの強み、オールマイティのところかな。話すのも、踊るのも、苦手なところ見えたの。ほんと？嬉しい。嬉しい。でもあるんですけどね、全然、全部苦手ですよ、言うたら。言うたら全部苦手。全然、得意だなと思わない。踊るのも歌うのも話すのも。なんだろう。なんか、好きだし、得意、これまでに、その、中学生ぐらいから習ってきてた分、まあそれなりに上手なんかもしれんね、でもぐらいのレベルで歌もダンスもまあそれなりにできるよねぐらいのレベルで、だからそれが自分の特技特徴になるぐらい、ダンスが上手でもないし歌が上手でもないしっていう中途半端だなと思う。だからうーん、自分はなんかそれがすごくめちゃめちゃ火出てるわけじゃないんですよね、全部。そう、アンディさん、ご飯ありがとう。あ、配信見た？あ、よかった。ありがとうね。いやちょっと勉強するわ、ほんまに、ドリル。よかった、昨日の配信見てもらって。あ、芯が強いとこ本当？ケイセティンさん、守りたいこの笑顔、ありがとう。昼休みさん、ハート、ありがとう。ひろひろさん、ハート、ありがとう。そうですよ、リオさん、レインボースター、ありがとう。
だからなんか自分ではそう思っちゃうの。すごいなんかめっちゃ歌もダンスも特別上手じゃないから、なんかなーって思うけど、みんなが褒めてくれるから STU 入って自信も大きくなった。すごい自信はつきました。自信がついた、ついたかもしれん。いっぱい褒めてくれるからみんながそう褒めてくれるから、肯定してくれるの自分のこと。大輝さんハートありがとう。あ、STU ボーカルのチェキ届きましたって、ありがとう、よかったよかった。りょうちゃんハートありがとう。ご飯もありがとう。総合力何かに特化した、え、そうだからそれをちょっと前悩んでて、なんか何でもできるみたいな感じで、何でもできるよねって言われるけど、その全部が中途半端なんですよ、レベル感がダンスも歌も、まあ、その MC とかにおいてもそれなりにはできててもなんか中途半端だから、できてるレベルが、だから自分はすごく嫌で、なんか何か一つでも、だからこう私はあずみんって言ったら歌だよねとか、あずみんって言ったらダンスだよね、喋りだよねって、それがないから自分には、だから何か一つ特化した自分はこれだよねが欲しいって思って相談したんです。これもスタッフさんと話したりしたら、なんかあの別に作らんでもいいんじゃないって言われた。その時は自分のこれを別に無理に作らんでもいいんじゃないって、今なんかそうそれなりになんか何でもこなせるよねって言われて、それなりにこなせるんだったらそこのあの点数を上げたらいいんじゃないって言われて、今50点でそれなりに全部できてるんだったら、それを全部100点で歌も100、あ、80、歌も80、ダンスも80、しゃべりも80ぐらい点数を、全部の点数を上げて全部オールマイティにできる人になった方が良くないって言われて、1個を伸ばすよりかは、だったら何でもできる人やんって、でも難しいけどねって話になって、確かに確かにと思って、でも難しいんですけど、全部をって思うと難しいけど、確かにって思って、そっからそうですね、じゃあ何でもできる人になろうってちょっと思いました。その話一つしてからは、こんばんは、冬別さんハートありがとう。マサイトさんハートありがとう。コリアマルザミルクありがとう。久しぶりさん、アザミンアザミンもじゃあ80アザミンも全部平均値上げて、コリアマルさんお茶ありがとう、ありがとう。こんばんは。本当？あ、あずみん、あ、もといあずみんのパフォーマンス、俺オールに変えない。言い換えんでいいんや、別にあずみんって。あずみんで、あずみんだからね。あずみんでいいんです。あ、
嬉しいオーラってありがとう、ありがとう。あずみん100これ以上ない？いや分からんよ、まだまだあざみん出てくるかも。あ、これ湯婆婆の指輪つけました、気分上がりそうと思って。こんばんは。確かに自己肯定感高くいこう。え、オーラある？本当？ないよ、私オーラ。オーラあんまりないですよ。オーラあるかな？あるかな？身長小さいから。でも身長、多分なんか身長もさ、オーラ関係しそうって思う。身長小さいからさ、オーラ。オーラな、謎の、な、なくなりそう。こんばんは。くまねんパパさん、結婚してありがとう。え、ジャズコン？マジ？嬉しい、それはちょっと。でも広いコンサートでもわかる。え、嬉しい。キャプテンオーラだけど、あー嬉しい。オラオラ感はある。え、だえな、全然嬉しくないんだけど、オラオラ感あるって。オーラじゃないし、全然、しかもオラオラ感って。うーん、え、気づかれん街中で。うん、ファンの方あんま合わないしね、ファンの方に。街中で実は知らぬ間に見かけてる人いるのかな、あずみんのこと。うん、ステージ、こんばんは。ねえ、あ、マツダスタジアムか。それはいたから。こんばんは。全然出会わないですね。でもどんで見た時のオラ。合わなかった？本通りね、走ってないから、本通り。走ってオーラ出してないから、なんだと思ってるな、あずみんを。あまりに眩しく、そういうことか。眩しすぎて、見えないのか。でも、お出かけするときとか、私、え、これさ、なんかさ、なんか、ちょっとさ、なんか、東京で、って思った話なんですけど、なんか東京でのお仕事のときに、なんか、隙間時間みたいな、空き時間みたいなのができて、結構長い時間、6時間え、4時間5時間ぐらい空き時間ができたから、自由に東京散策してもいいよみたいな自由時間ができたんですよ。で、それでなんかどっか行くってなって、 2.5 期のみんなで電車乗ってどっか行ったりしたんですけど、新大久保かな、その時は新大久保行ったんですよ。で、私その日さ、オフの日だったのね、もともとオフの日で、お仕事じゃなくてオフの日だったの。だからオフの日は私メイクしないって決めてたんです。そう、だってお仕事の時に毎回メイクするからさ、お肌を休めなきゃいけないと思うから、オフの日はできるだけメイクしないって決めてて、
だからその日もオフだったから、私はメイクせずに行ったんです、その似て動きと新大久保に。で戻ってきて、どこ行ってきたのみたいな感じでスタッフさんとか先輩とか行かれて、あ、新大久保行ってきましたって言ったら、えノーメイクで行ったのみたいな、え行きましたって、えノーメイクで行かないよってそれはちょっと田舎者だよって言われて、えそうなのって思ってびっくりして、田舎者なんだと思いました私はまさかのそのスタッフさんとかに田舎者って言われて、え行かないの、だって今日はオフだもんと思ってオフだもんだって今日は、そう行かないの、だって、だってさ、なんて言うんだろう、その遊びじゃないの、遊びっていうかなんだろう、遊びではあるけど、空き時間に時間暇つぶそうで行った新大久保だったから、そのなんかもともと遊びに行こうみたいな、遊びに行く日だったらメイクしますよさすがにね、誰かと予定立てて遊びに行きますだったらするけどそれはさ空き時間だったからさ、そうそういうこと、普通に東京だからってこと、いやそう新大久保めっちゃバッチリしてた、もうメイクしてない人なんかいなかったよ見渡せばあの人はみなみな綺麗にしてました、そうだから、あノーメイクで歩かないんだってちょっと思っちゃって、でも私ノーメイクで買い物行くもんしないとか、お出かけオフの一人でのお出かけはメイクしない、肌休め、あなんかもうそうお休み期間だから自分を休ませる時間なのでオフはと思ってしてないんですけど、やっぱした方がいいんかなってちょっと思ったけど、した方がいいかな、市内もした方がいいのかな、広島市内も、えパジャマで外出るぐらいのレベル、それノーメイクって、まあでもそっか、本通りならあり、ノーメイクで補導されてされんよされんよ、ノーメイクの時ファンの方、え、でも確か、え、でもこの前あのさ、これちょっと面白かったのが、言ってもいい話なんですけど、直樹さん可愛い、ありがとう、あのさ、新幹線口のところにさ、ニューウェーブのさ、あれが飾られてたんですよ、一定期間、あのこの柱のところの画面に、スクリーンに、昼休みさん、レインボースターありがとう、されてて、でそれの最終日の日にくるくると行ったんですよ、そう見に行こうって言って、でくるくるがその前に写真撮りたいって言ってて、まあ、自分はついてって、まあ、カメラこうやって撮ってあげるぐらいの気持ちで、私はその前で写真撮ろうって思わずに行って、でその後がレッスンだったんですよ、だからレッスンも私メイク しないのでいつも、だから本当にノーメイクでメイクせずにその電光掲示板のところ行ってたんですよね、くるくると二人でワイワイ話しながらこうやって待ってたら、なんかのさ電光掲示板がさどんどんってこうやってあるんですよ、どんどんってあって、でここに立ってこうどっちもあって、画面がこの手のひらから画面がこう出てるとしたら、どんどん立ち上がってこう画面がこう出てるんですよ、こうで自分とくるくるここに立ってたんですよね、そしたらなんか後ろの人も電光掲示板に向かってこうやって携帯こうやって向けてるんですでくるくるとあれで普通電光掲示板に向かって携帯向けんじゃん、そうだけあれなんか怪しいななんか怪しいなと思ったら、そのパッてさ NWP のに切り替わったら、それを撮ってるんです
後ろにいる方が一人でその NWP に切り替わった瞬間、それをもう撮ってるんですよ。え、待ってと思ってたら、その方がパッと振り返って、えみたいな、くるくるとアズミンじゃんみたいな感じになって、そうファンの方でその日さ、あのおっきさん、おきまえさんとさ、ももちゃんさんのさ公演があったから、この後その公演に行くんだよねって言って、その前に電光掲示板ちょっと寄ったみたいな感じのファンの方で、これからおきまえ公演行ってくるんだって言って、そうそうで、そうなんですよ、びっくりしたそうからえーっつって気をつけてとかって言いながら、そうでもその時そうメイクしてなかったから、その時はびっくりしすぎて、そうあのわーしかできなかったんですけど、後々あ何もしなかったと思ってちょっと汗ってなりました。でもやっぱそういう時のためにね、しとかんといけんかもって思ったけど、汗だった。こんばんは。そう、後からその方はノアピ推しでしたノアピ推しって言ってた。うん、ノアピが好きって言ってた、その方、ノアピ推しさんね、まさか本人、いやびっくりだって面白い。こう画面があって、自分とくるくるこっち撮ってて、その方もこっちの画面撮ってたから、背中合わせでお互いそれぞれ電光掲示板見てたんですよ、多分当分。そう。ノーピョーシの方でした。あずみ推しだけどノーメイクだから気を使うと、いやそれはどんな気の使い方、どんな気の使い方な。そうっていう遭遇エピソードですね、最近。うん、最近あと遭遇それだわ。いやばったり会うもんですなと思って。でもね、タイミング的にね、公演があったから、確かに。あとサンフレもあったんですよ、その日。だから確かにサンフレで、サンフレの試合見に来てるファンの方もしかしているかもしれんねみたいな話もちょっとしてて、電光掲示板行く前に行ったところで、そう、あの女やっぱりバッタリでしたあ、そう、カープもあった。うん、だからもういてもおかしくない状況、サンフレにカープに公演があったから。うん、ブレヒラさん応援してる、ありがとう。あったりねえ、そんな出来事もありましたよ。よし、じゃあちょっと壇上を読みます。メール送らなきゃいけないや。13位、かぎさん、17さん、ありがとう。12位、こにゃまるさん、ありがとう。11位、くまねパパさん、ありがとう。10位、ひろさん、ありがとう。9位、ならにさん、ありがとう。8位、ヘリアスミさん、ありがとう。7位、ディオさん、ありがとう。6位、シンゴさん、ありがとう。5位、カツオさん、ありがとう。4位、ユズキチさん、ありがとう。3位、ケイセティンさん、ありがとう。2位、N700 サクラさん、ありがとう。そして1位は、ドゥルルルルル、バン、ヒゲメガネさん、ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。おやすみん。明日は、明日は、あ、なんでもなかった。明日は夜に配信します。じゃあ、ねえねえあずみんで終わります。せーのって言ったら、ねえねえあずみんって言ってください。いきます。せーの。なーにー。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみー。